結構刈り上げとかすごいしやすい5丁を使い分けて切ってるっていう感じです。なのでカラー剤ついても結構すぐ洗えたりとかするし、こう押し続けるとずっと長く出るっていう、こちらが絶対おすすめです。ダイソーのこれの方が強いな。ウソップのハンドクリームじゃなくてボディーバームの方で。こんにちは、美容師の吉木です。今日は、美容師の道具をちょっと紹介していきたいと思います。なんかこう道具の説明を結構自分が好きでお客様に説明するんですけど、なんかその時に意外に結構驚いてくれたりとか、うちでも使えそうみたいな感じで言ってくれたりするので、ちょっとそれを今日は皆さんにどんな道具を使っているかっていうのをちょっとシェアしていきたいと思います。はい、まずはカットの道具からちょっとご紹介していきます。はい、美容師といえばカットの一番重要なのがハサミ、こちらです。僕は今美容師17年目で、美容師1年目の頃から使っているハサミになります。ちょっと前のお店のロゴも入ってるんですけど、これが当時確かだいたい5万円ぐらいで買って17年間使っています。まあ、長めのハサミで、結構刈り上げとかすごいしやすいやつなんですけど、まっすぐに切りやすいハサミですね。で、何回もやっぱり17年のうちに研ぎに出しているので、ちょっとずつ薄くはなってきてるんですけど、まだまだこれからもなんか使えるハサミかなと思ってます。やっぱりハサミはこの一丁だけではカットできなくて、滑らせながら切るハサミと、あとは 1,2 年前ぐらいに買ったこう一番まっすぐちゃんと切れるやつ、こちらですね。ちょっと加工してかっこよくしてもらってます。これとすきバサミですね、こちらとこちら、もう全く見た目が一緒なんですけど、全く一緒なんですけど、こっちの方がすきバサミでもちょっと取れる量が少なくて、あ、おはようございます。あ、置いといてください。あ、はい、大丈夫です。すきバサミ2つ、取れる量がちょっと少ないやつで、こちらはそれに比べたらちょっと取れるハサミになっております。もう全く見た感じは一緒なんですけど、若干この刃の作り太さによって調整しています。たくさん量を取りたいところと、まあ、繊細に取りたいところの使い分けで2丁使ってます。なので僕は今5丁をそれぞれの箇所に使い分けて切ってるっていう感じです。やっぱりこう値段も5万円と6万円、8万円、5万円、5万円って言って、やっぱこう累計すると結構な金額にはなるんですけど、もうこれでご飯を食べてるって言ってももちろん過言じゃないので大切に使ってます。で、次に、串、カットするときには串が必要ですよね。こう研いて切るっていう行為が必要なんですけど、串も何種類かありまして、こちらはまあ刈り上げとか今までまあカットでメインで使ってた串です。美容師の串あるあるだと、まあ、たまにここがちょっとこう離れてて、こう髪の毛を分けやすくするコームの端の部分で、これはまあカーボンで作られててちょっとタフなやつで、静電気が起きづらいっていうタイプのものです。これを使ってたんですけど、やっぱりさらにこうカットにこだわりたいなってなった時に、ちょっとラブコームさんっていうコームに出会って、今はカット中はこれを使ってます。まあ、表面が特殊な加工になってて、こう電子顕微鏡で見ても摩擦が一切起きないような、こうデコボコがないっていう加工になってるんですけど、まあ、確かに研ぎ具合とかすごいいいなと思います。結構値段はするので、やっぱりこう本当にこだわりたい方とかにはすごいおすすめなんですけど、まあ、その値段分の効果はあるかって言われるとちょっとハテナはつくんですけど、特にこの金なんかは切ってる方がテンションが上がるというか、意外にその視覚効果もあって美容師さん的には嬉しいかなと思います。お客さん的にはキラキラしてどうなのかなとはちょっと正直思うんですけど、ちょっと最近のお気に入りのコームです。で、使い分けとしてはこちらが粗めのコームで、こうなんていうんですか、髪の毛を引っ張った時にピシッと引きたいんじゃなくて、なんかちょっとゆるって引いて切りたいっていう、なんかちょっと感覚の部分であんまりこう
ニュアンスを作ったカットをしたいときによく使うコームなんですけど、ちょっと粗めのコームになります。こう比べると結構粗さが全然違うかなとは思うんですけど、こういうタイプもたまに使ったり、あとロングの人のこう溶かすときに結構使いやすいのでこういうのを使ったりします。もう一つは刈り上げのコームです。すごい細かいところまでこう操作ができるコームなんですけど、こうやってちょっとこう細かいところをペペペ切りたい、刈り上げのところだったりとか耳周りのところだったりとか切れる櫛です。で、特徴はこの太さがやっぱちょっと細くて細かいところまで行きやすいっていうのが特徴です。結構太いやつと比べると全然厚みが変わってくるんですけど、こういう感じです。で、なので最近はまあこの3つの櫛でこうカットに応じて切り分けてます。はい。で、髪留めダッカールと言われるものも必要で、こう髪をピッて留めるやつなんですけど、これも一応美容師専売品というか美容師さんが買い物できる場所で結構買えるやつなんですけど、すごいやっぱりグリップ力があるし、ここが掴みやすいゴムになってるし、こうここにもちょっと裏にも凸凹があって、こう指を逃がさないような工夫されたものがあります。で、中もちょっと見えづらいんですけど、この凸凹があったりして髪を逃がさない仕組みがされているものです。はい。で、これもいいんですけど、最近こちらもすごいいいなと思いまして、こちらがすごいシンプルな作りで、まあ、さっきみたいな凸凹、あ、凸凹ありますね、ここにあって、この下側にはないツルツルした感じなんですけど、これがなんとダイソーで買ったもので100円で2、3個ついてきたかな。なので1個、まあ、30円ぐらいとか、ちょっと値段間違ってたら申し訳ないんですけど、これがねすごい使えて使いやすいです。で、これ今3個しかないのでちょっと買い足そうかなと思うんですけど、結構意外にこう止める力もしっかりあって、止める力はダイソーのこれの方が強いな、結構強いぐらいしっかり止まるやつなんで、これはビオスでも結構使えるかなと思って重宝してます。皆さんもおすすめです。はい。続いてはこちら、カット中にもよく使うスプレーヤーですね。水拭きなんですけど、これも結構髪が乾いてきた時に濡らして切りたい時は結構シュッシュッシュってこのように出して切るんですけど、これは結構昔からあるタイプで YS パークさんのスプレーヤーです。見えるか、中に重りがあってどこに水が来てもこう出せるような仕組みになっているのはすごい、どういう角度でも結構美容室もいろんな角度でシュッ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 ってやったりするんですけど、水が少なくなってもこう出せるっていうのは結構すごいもので、これベストセラーだと思います。もう僕が美容師始めた17年前からずっとあるやつなんで、すごい使いやすいんですけど、これと併用して僕が使っているのがこちらです。細かいミストタイプのスプレーヤーです。結構細かく出るんですけど、こう押し続けると結構ずっと長く出るって言って、こう分かります、押してずっとピーって出てくる。で、これは一回押して終わり、押して終わりなんですけど、このタイプはずっと押し続けると、なのでたくさん濡らしたいときに結構使いやすいかなと思います。これも今やってみたら結構1回の量が多いんで出るっちゃ出るんですけど、これは細かいところにずっと出てくれるので狙ったところに出しやすいかなっていうメリットはあるかなと思います。はい。カットといえば、まあ男性のカットも結構よくするんで、こちらのバリカンも使っております。バリカンは今パナソニックのものを使ってて、これが新型のフェードカット用、床屋さんでよく見るスタイルのすごい細かいカットができる用のバリカンと、こちらも従来からある昔からのバリカンなんですけど、最近はやっぱりこの新しいもの、新しいタイプのバリカンがすごい使いやすいです。ちょっと比べると少し分かるかなと思うんですけど、音がちょっと小さくなってるかなって感じではします。こちらがちょっと旧タイプを鳴らします。ちょっとマイクに近づいてみます。これが旧タイプです。
で新しい方があんまりあんまり変わらなかったな。まあ、でも実際耳で聞くとこっちの方がちょっと重低音で響くかなって感じなんですけど、こっちが振動がちょっと抑えられているのでちょっと響きづらいかなっていう、まあ、少しの差ですね。あんまり大きい差はないです。でこちらもちょっと見えづらいんですけど、この刃のところの密度が全然違うので、すごい細かいところのカットがしやすいのと、刈り上げのムラがかなり減りました。本当に体感 20-30% ぐらい刈り上げのムラ、特に 3mm 以下で地肌が見えるような、地肌がこう透けて見えてくるようなムラが出やすいやつはこちらが絶対おすすめです。こちらはもう長めの刈り上げだったら全然大丈夫だと思うんですけど、もし細かい 3mm 以下のこう本当に床屋さんでやるようなカットとかしたい場合はすごいおすすめです。ちょっと高い、1万円ぐらい高いんですけど、その価値は十分あると思います。あと見た目もちょっとかっこいいっていう高級感があります。その他は全く一緒です。はい、続いてドライヤーです。ドライヤーはもうやっぱり今使ってるのはこのダイソンです。劇的におすすめです。17年間やってドライヤーでこんなに仕事が楽になるんだなって思ったのは初めてで、これも2台目で、愛用します。1台目はもうお家で使ってるんですけど、やっぱり乾くのが早いっていうところが一番のポイントで、ダイソンって大風量で乾くのが早いっていうのは皆さんイメージであると思うんですけど、まあ、それは間違いないんですけど、個人的にはこの風の出るところのこう面積が普通のやつに比べてやっぱちょっと大きいっていうのが結構ポイントかなっていうのを思います。なんか風の出る面積がちょっとやっぱり大きいので、こう頭皮とか髪に当たる風の範囲が広い。でこれこういう従来のタイプはやっぱりこうなんていうんですかね、ピンポイントにはいけるんですけど、ダイソンとかだとやっぱこうバーンって広範囲で乾かしてくれるのですごい早いです。体感 10%20% ぐらい早いと思います。あと気に入ってるポイントは、普通のドライヤーだとこういう感じの音ですね。ビオスで乾かしてる時にこう乾かして、ちょっとこういう話もあんまりしないんですけど、今日この後どこ行くんですかみたいな話してて、このドライヤーの音でお客さんがえみたいな感じになったりとか、美容師もこう返されても何を話してるか分かんないみたいなあるあるだと思うんですけど、ダイソンだと少し違うので声がすごい聞きやすいんですね。ちょっと同じ弱風でダイソンだとこうちょっと声が聞きやすいというか、ちょっと音の多分周波数が少し違うので声がすごい聞きやすいんですね。で前髪こうやって擦りながら最初に乾かします。最初に乾かす、うん、なんかじゃないと、で美容師側的にもすごい話しやすいし、お客さんも多分普通のドライヤーよりはちょっと話が聞きやすいと思うんで、こうキャッチボールがすごいしやすい。キャッチボールしにくいとこうドライヤー中のドライヤーのかけ方の説明がちょっと今まですごいしづらいなと思って、なんかこう自然に しなかった場面とかあったんですけど、それはすごい申し訳ないなと思うんですけど、やっぱりこうドライヤーの仕方を説明しないとお客さんが家で再現できないので、ここはこう押さえてこう乾かした方がいいですよみたいな、こうドライヤーが変わるだけでダイソンになるだけですごい説明がしやすかったので、それはめちゃくちゃ変えてよかったなと思います。でダイソンはこの先がマグネットなので、こういろいろ変えやすいっていうので、まあこういうのも一点メリットではあるんですけど、やっぱり音の部分がすごいいいなと思って仕事がしやすくなりました。まあ、ただ一つ難点はちょっと高いっていうのもあるんですけど、その分の金額分の良さはまあ十分あるかなと思ってます。で続きまして結構ニッチなものになるんですけど、この鏡ですね。ちょっと皆さん変えるかちょっとわからないんですけど、これです。まあ、何が特徴かっていうと、とにかく軽いです。まあ、美容室でこう合わせ鏡して後ろをお見せしたりすると思うんですけど、
ただ自宅とかだと3面鏡がない時に欲しい時にあったら結構便利かなと思います。こうやってスッとする時にすごい軽いです。何グラムかっていうと、ちょっと測ります。395、ちょっとちゃんと床で測ります。396、まあ、400g、まあ、ペットボトルない分この大きさで 400g は鏡だったらちょっと軽いかなとは思うんですけど、なんかお客様にお渡しして髪の毛をちょっと払ってもらう時だったりとか、何かと軽くて、あとここがウレタンになってて、こう割とガンガンやってもどこも傷つかないし、まあ、持ちやすいっていうのもあって、こちらはすごいおすすめです。すごいニッチで使う場面はちょっと限られるんですけど、まあ、外部のヘアメイクとか結構行ったりとかする時とかも使えるかなと思います。はい。で、次に使ってるものが、カラー中の手袋ですね。僕は今こちらの岡本ブラックグローブっていうのを使ってます。これを使ってる理由は、まあ、黒で汚れが目立たないっていうのと、意外に破れづらいパフっていうところがあります。あと、まあ、1年目の頃から使ってるんで、まあ、これに慣れちゃってるっていうのもあるんですけど、こうやって使ってます。若干やっぱこうシワ加工がされてて、すごい見えづらいと思うんですけど、シワ加工されててすごい手にフィットするので、こういろんな施術がしやすいです。細かいハイライトだったりとかカラー塗ったりとかすごいしやすいです。コスパもいいのかなと思います。まあ、左右兼用っていうので、まあ、どっちを使ってもいいのでやりやすいかなっていうのであります。で、最近こちらに出会ってこちらも使ってるんですけど、ハイマンズジャパンさんが出されてるこうハイパービューティーグローブっていう、このマークがあるんですけど、ストップザ手荒れ感染症ダイオキシンってあるんですけど、やっぱ美容師さんでよくあるのが手荒れです。僕は手荒れかなり少ない方、ありがたいことに少ない方なんですけど、荒れて美容師お休みするっていう方も何名か少なからず見てきたので、荒れたりとかアレルギーって年齢重ねていきなり出てくることもあると思うので、僕はずっと美容師を現役で続けたいので、今のうちからちょっとシャンプーを手袋でやってます。こう素手でされたいお客様ももちろんいるのは重々承知してるんですけど、もういろんなグローブ試してきて、やっぱり一番素手に近い感覚で施術できるし、受ける側もあの指に近い感覚でできるのがこのハイパービューティーグローブだったので、こちらを最近は愛用してます。こちらもちょっと見えづらいんですけど、指先にこうシワ加工されてて、こうツルツルしすぎない、ほんと指紋のような感じで使える手袋です。で、ちょっと長めになってて、こう入ってくるのを防ぐことができます。で、これでカラーとかしちゃうと色がついちゃうので、あんまり見た目が良くないので、カラーではこういう黒いやつを使って、シャンプーではこのグローブを使って綺麗に洗うように心がけてます。なので最近はよくカラーのシャンプーで爪が汚れてたりしたんですけど、それもあの収まって、普段の実生活でも手を見せるのが嫌だなって場面結構あったんですけど、こちらを使うようになってそれも全然なくなって、すごい満足しているものです。はい。ちょっと最後に2点、番外編としてこちらイソップのバームですね、クリームです。やっぱりこうシャンプーを1日に何回もするので、こうすごい乾燥、冬のシーズンとかよく乾燥するんですけど、こちらがマジで重宝してて、まあ、気になったらこうポンプ式でピッて出してもう塗ってるんですけど、何がいいかっていうと、イソップのハンドクリームじゃなくてボディーバームの方で、店員さんにおすすめされて使ってるんですけど、ハンドクリームのやつもそうなんですけど、これはすぐ馴染むし、ベトベトしすぎないし、まあ、いい意味で程よく、なんだろうな、気持ちよく乾燥していくというか、あんまり残りすぎてもええだし、サラサラすぎても塗った意味ないなと思うんですけど、それの本当ちょうど中間を攻めてくれるような商品で、これは本当に重宝してます。店内のトイレに常時置いてるんですけど、乾燥気になったなって言ったら、こうトイレ行ってピッて押して、すぐ塗って乾燥を防いでいく。で、気になったところはなんか濡れたりするので、僕足も結構乾燥するんで、足に塗ったりとかよくするんですけど、これを買ってすごい良かったな。お店を出してこれ自分で導入したんですけど、これは本当に買って良かったなと思います。
で最後に本当に番外の番外なんですけど、これ結構おすすめなのがエプロン、しかもノースフェイスのエプロンです。こうカラー中にやっぱりこう洋服が汚れるのが嫌でいろんなエプロンを試してきたんですけど、なんかいきなりの白いエプロンとか、本当デニムとか他の美容師さんが考えたエプロンとか結構やってきたんですけど、これがすごい今のところ大正解で、なんかノースフェイスなんで、まあ見た目もまあ若干いいのと、あ、キャンプ用のエプロンなのですごい耐久性もあって、撥水加工というか汚れにすごい強いんですね。なのでカラー剤ついても結構すぐ洗えたりとかするし、なんか髪の毛ついてもパッパッと落とせば下に落ちるし、あと結構これもう10回以上も洗濯してるんですけど、なんかそんな風合いも落ちてないし、ブリーチ施術も使ってるんですけどそんなに色褪せてもないっていう、まあ、若干ここにちょっと抜けたかなって感じなんですけど、こうノースのロゴとかもあってすごい、なんか着ててもちょっとおしゃれかなっていう感じもありますし、汚れを気にせずできるっていうのもあります。まあ、最低限ここにポケット2ついてるので、こうやって手袋入れたりとかできます。あとここにもポッケがあって、何か入れたりとかできます。あと一番はこのピントが合ってるか分かんないですけど、ここ後ろのバックルがなんかこうマグネットになってるんで、すごい脱ぎ着しやすいっていうのがあります。これ地味にすごい助かって、こうピッて取ってすぐ脱げるっていうのもありますし、こう逆に美容師さんって結構バタバタするんで、ピッてやってすぐ止めれて施術に入れるっていうのもあるんで、これもすごいお気に入りです。はい、以上、美容師の道具でした。皆さんいかがだったでしょうか。なんかこう自宅でも使えたりとかするのもあると思いますし、ちょっと買えるかどうか分かんないんですけど、あの概要欄にもしあれば貼っておくので、なんか買えそうなものがあったら買ってちょっと試してみたりとかしてください。これからもなんかちょっといいものがあれば随時あの紹介していきたいと思いますので、ちょっと次の動画もぜひ楽しみにしておけたら幸いです。じゃあできれば、よかったと思ったらいいねと押していただいて、まあ、悪かったら悪いのを押していただいて、ぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいと思います。ではこの動画はこれで終わります。ありがとうございます。よし。